配信よいしょ。はい、あの踊ってみた始まる前にあコメント全然読めてないです、ごめんなさい。こんばんは。目だいぶ治ってきましたよね。こっちの目なんですけど。はい、さっきねあの夏党の詳細が発表されたんですけど、私は白組になりました。白組です。皆さん見に来てくださいました？そう、私個人的に本当にごめんなさいなんですけど、個人的にワトポンさんと一緒でちょっとガッツポーズをしました。私は、はい、先輩とねチームが違うとやっぱりなんか話す機会もしてないんですけど、そのリハーサル期間にねワトポンさんと喋れるんじゃないかなって期待をしております。私は、はい、成長できるようにね頑張ります。なぎささんも一緒です。私の推しメンと言われているおふたばたと一緒でした。めちゃめちゃ嬉しいです。あとは初期生はねまたみおちとまとちとねエースで一緒だったんですけど、一緒になることができてチームドトンジョーっていうねグループを結成してるんですよ。私初期生でサパシタまとちゃん、辰本やゆちゃん、松野みおちゃんと私で、あのチームドトンジョーっていうのを組んでるんですけど、またね弥生と離れてしまったんです。弥生一人と三人でなっちゃったんです。あのナンバトル2の時も弥生だけ離れてたんですけど、でも日にち一緒でしたっけ、赤組と白組も。私の一番ではないんですけど、割と心配なのが弥生とライブの日にケータリング活動ができるのかっていう心配をね私すごいしてるんです。弥生がいないと私はケータリング活動はしません。ケータリング部中止なんです、弥生がいないと。一人ではねやっぱ妹ちゃうんで、土曜日は全部あるよ。弥生とじゃあケータリング活動します。はい、皆さんねケータリング活動の詳細も多分皆さん楽しみにしてると思うんです。弥生とじゃあします、ケータリング活動。でも寂しいな弥生な、離れちゃって。でもちゃんとね、でも今日もねさっきあのライブの詳細が発表された時にチームドトンジュのグループがめっちゃ動いて、弥生だけ離れたっていうのを話してました。はい、楽しみです。夏とどんなになるのかね楽しみです。練習頑張ります。ですね、踊ってみたをする前に皆さんに相談があるんですけど、赤組は10時退院。でもなんか無理じゃない、無理かな、どうやろう、めっちゃ心配です。もう無理だったらもうまとちを引き連れます。私は、はい、皆さんに相談があるんですけど、明日のタイムテーブルもトネと同じようにねしようと思ってるんですで、最後はなんと最後の話とギフトを投げてくださる方が多いっぽいみたいなので、はい、ちょっとごめんなさい、多いなんか多いよみたいなコメントで教えていただいたので、ここの枠はあの最後のね挨拶とギフトをね投げてくださった方への読み上げとかになるかなと思ってて、でカラオケ配信が視聴者数がね、あ、ラスト20時でした。もう待って、ラスト20時でしたよ。スケジュールそのままはやめた方がいい。そうで、そうなんです、ちょっと待って、踊ってみたやってる暇ないかもしれないです。20時終了の忘れてました。そう、カラオケ配信をどの枠でやるのとか、ごめんなさい、ラスト20時でしたすいません、書いた方がいいですかね、タイムスケジュール。いいやありました、19時59分、ありがとうございます。作戦会議室ありがとうございます。25分5回と明日の最初何時からするか、明日はねまだまだ目玉企画が残っています。なんといっても朝マを食べる企画がねあります。私の大好きなホットケーキセットを食べるつもりです、朝は。でめちゃめちゃグミがあるんでグミ配信をします。グミのね魅力をね語りたいです。めっちゃグミあるんですよ。タイムスケジュールは書いた方がいい、ありがとうございます、教えてくださって。
そう。そう、皆さんね、ぜひ時間があるよってことは一緒にね、朝間を一緒にね、買ってね、一緒に食べるっていう楽しみ方もあるので、ホットケーキセットにするのでお願いします。コスプレは、そうなんです、コスプレ新しいの買ったんですよ。なので皆さん明日しよっとな。白組のライブ申し込み完了。もう申し込み始まってるみたいですね。なんかカメラも撮れるらしくて、ぜひ私を可愛く撮っていただきたいです。カメラやってるよみたいな人がいらっしゃったら。どうしよう、タイムテーブルどうしようかな。タイムテーブルどうしよう。皆さんなんかいいやんありますか。この時間帯から始めてほしいとか。朝は9時からでいいですかね、皆さん。まず何分かける何本にするかを決めたいです。ラスト45分欲しい。ラストは長めに、ラスト45分。ギフトじゃなくて星でも順位上がるの。ギフトじゃなくて星でも順位上がるの。無料のね、星もポイント換算されるのでね、今無料の星がね溜まってるよってことはぜひ投げていただきたいです。コメントもねポイント反映するのでよろしくお願いします。ラストはギフト対決になるから、対応するために長めに取っておいた方がいいと思う。何分ぐらい取った方がいいですかね。45分っていう案がねありますよね。45分。明日は公演あるけど被るの仕方ない。でも最後はね、多分みんなギリギリまで、ギリギリまでやると思うので被っちゃうと思いますね。ごめんなさい皆さん。どうしますか。45分か1時間っていう案が出てますね。今1時間あってもいい。そうなん、1時間しよったな、ラストじゃ。20時で終わるから、私の強みは22時以降もできるっていう強みはあったんですけど、明日は全員20時までで同じ条件なのでめっちゃ重要になってくると思います。1時間にしよう、1時間にしましょうか。はい、じゃあ1時間にしますね。19時59分から、じゃあ18時59分から、最後はじゃあ雑談とか今までの振り返りをします。1時間でね。はい、じゃあ1時間で決まりました。最後の枠は18時59分から19時59分にします。これマジ一得現金ですね、59分だったら。数分は余裕持たせた方がいい。え、どうしましょう。59分までやらない方がいいですか。もうちょっと前で終わらせておいた方がいいですかね。私遅刻しがちなんで1分ぐらい。いつも元気ないけどごめんなさい。もうはい、時間通りにする努力はもうすごいしてるんですけど、もうセッティングするのがねいつもね手こずってしまうんですよ。ごめんなさい本当に。皆さん待っててくださってるのに申し訳ないです。顔色悪っ。めっちゃ顔色悪くないですか。ちょっとさっきリップ塗ったとこなんですけど、どうしたってぐらい顔色悪いですね。塗り直します。前髪やばいし。18時59じゃなくて絶対に20時に切れないように19時1とかにしてね。どうしよう、20時前に切れないようにしないと。え、どうしよう。え、待って、どうしたらいいですか。皆さん6日の公演入ります。おめでとうございます。最後は20時までやりきった方がいいと思う。20時までやりきりました。明日はマジで10分前に座っときます。マジで
どうしよう、どうしよっかな。多分3時間の20時になっても自動では切れない。え、ちょっと難しいです、それは。え、3時間過ぎたらじゃあ減点ってことですかね。去年の前田玲斗ちゃんはほんまに最後の1分で逆転した。うわ、めちゃめちゃ怖いですね、それ。どうしよう。最後は20時までイベント、20時でイベントが終わって配信は続くように。減点になっちゃうんですかね、3時間過ぎたら。ポイントは20時までやけど、ショールームはできる。どうしよっかな。いや、もうどの、どれをどうしようとめっちゃ迷います。ポイントが反映されなくなるだけ。はや、あ、あ、限定はないんですね、じゃあ。じゃあ、19時から始めます、じゃあ。19時59分、19時間反映で、19時から19時59分でいいですかね、最後の配信は。どうでしょう皆さん、星いっぱいありがとうございます。だるまもいっぱいありがとうございます。20時前に切れちゃうのが一番今、え、どういうことですか。切れちゃうっていうのはどういう状況で切れるんですか。20時前に切れる、20時前に切れる、ほとんどワットでいっぱい伸ばしちゃってってことですかね。とりあえず全部早めに終わらせた方がいいってことですか。気持ち、じゃあ全部なんか1分前ぐらいに終わろうかな。3時間、20時より前に3時間経ったら切れちゃう。ってことは、もう全部の枠の配信を1分ぐらい早く終わらします。明日は全部1分遅刻するくらいでもいいよ。え、逆に遅刻した方がいいってことですか？確かに3時間、8時までに3時間使っちゃってもう反映されへんのに、最後の1分ぐらいで巻き返されたらやばいってことですよね。なるほどなるほど。はい、じゃあね、遅刻するか早めに終わらせるかどっちかにします。え、20時までじゃなくて19時59分までですよね。 OK、 なんかメモっとこう。マジで早めに終わらす、全配信早めに終わらす。了解です、理解できました。遅刻するのはダメですけど、はい、遅刻しても逆に遅刻した方がいい。いや、遅刻はダメですね。でも早めに終わらすってことですね。早めに終わらす、メモりました。19時59分ですよね、実質20時。あ、59秒までできるんか。まあ、とりあえずつないどきってことですよね。あの、3時間過ぎても普通の配信に戻ってポイント反映されへんから、20時過ぎてもちょっとつないどきます、心配なんで。遅刻は3週にも影響が、あら、ごめんなさい。遅刻はしないけど、ちょっと1分早く終わった方がいいよ、みたいな感じですよね。とりあえずじゃあ8時過ぎても怖いので、切りません。普通の配信に戻るだけなので、了解です。じゃあ20時まで書いておきます。なるほど、皆さん、ようやく理解できました。明日はじゃあマジでタイマー使います。わ、私もうほんまにちょっとマジで若干抜けてるとこあるから、なんともうどうしよう8時でブチって切っちゃって、8時でなた7時59分やったとかやったらどうしよう。スパールさん、はじめまして、出勤です、こんにちは、ありがとうございます。タイマーね、ちゃんとやりますね。タイって合計で179分で組んで、最終枠は絶対に20時までに切らずに、
そう、20時まで切ったらダメですよ。もう20時過ぎても切りません。じゃあもう、はい、20時過ぎても切らんときます。え、ほんまにありそうじゃないですか、私のこの配信期間を見て。皆さん思いません？ちょっとリモコンがねなくなったりとか、なんか、はい、くしゃみがドクドクだったりするのを見て、皆さん思いません？ちょっとマジで最後の最後でやるとしそうで、マジで怖いんですよ私。コメントが頑張るしかない。ごめんなさい皆さん最後は切らないで。不利じゃないよ、絶対不利じゃない。もう私勝ちに行きたいからごめんなさい、本当にマジで、あのマジでメモっときます。まあ明日も手に取っとったな20時まで絶対切らない、20時過ぎても切らないってネタフリじゃないよネタフリじゃないですよ。とりあえず皆さんね、皆さんと一緒に助け合いたいので、コメントとかでね20時に絶対切らないっていうのを教えていただきたいです。ポンポツがいいところって言われてる。でもありがとうございますはい、じゃあ19時から20時までは決定しました。あとの2時間を何分と切る、なんぼにするとですね、どうしましょう皆さん。残り2時間です。テロップに20時に切らないと書けば確かに。なんかもういろんなところにメモ貼ろうとな、このスマホスタンドのなんかところに20時以降ね、20時以降もお一人様配信します。じゃあ入っても入らなくても皆さんに感謝することは一緒なのでね、入るつもりです。でも本当に30分かける4、明日はミバチとです。消えてるといいね。そうですよ、明日はねもうメイクしようと思ってます。でもまだやっぱ左右差がひどいですね。30分かける4、30分かける4が多いですとね皆さん。あと10分になってしまいまして、言うてる間に30分かける4、20分かける6、デイビー名良くなってるよ、かった。ギフトありがとうございます。たくさん30分でいいと思う。30分、 20×6 か30分×4、どうしましょう。レインボースター30と投げといてありがとうございます。本当にだるまがいっぱい見えます。早めに病院行って生徒やった、ほんまに生徒やった。マジで普通にいつも通り目にゴム入ったんだなと思ったら、多分傷ついてましたね。よかった、30分かける4にします。じゃあ皆さん痛みはだいぶないですけど、たまになんか異物感があるんで、まだコンタクトは入れてないです。月曜日の公演には入れれるかなって感じです。でも右目だけね入れてるんです、コンタクト。30分かける4がいいと思う。土日ダンプ休みの場合ある、確かに言っといてよかったです。20は3週厳しい、じゃあ30分かける4にします。朝の配信は50パウント完了ありがとうございます。30分かける4にしますね。じゃあ30分かける4にして、朝の配信は9時からでいいですかね皆さん。あ、コメントくださってる、9時から、とりあえず9時からは決定ですね。9時から9時半、9時スタートは OK です。こんばんは、フォトのメンバーは8時が多いよ、どう思いますか。でもどうしよう、私的に9時推しなんですけど、もうちょっと早い方がいいですかね。
時でいいでしたね、やっぱり9時にします。9時、12時、3時、18時、了解です。12時29と切り4回にしといて9時、12時、3時、18、12時12時12時半3時この間30分しかないんですけど、皆さん星集めとか大丈夫でしたね。星なぎにシュート50パンとかにありがとうございます。迷うな、この間30分しかないんですよね。もうちょっと早めた方がいいでしたね。じゃあそれ3周できひんやんって来てます、すいません17時のがいいと思う。17時にした方がいいですかね。左目朝に比べてもだいぶ良くなってきた感じだね。よかったです、本当に。明日はもうちょっとマシになってるとな信じてます。さっき自撮りしたらでも全然左右差がすごくて治ったらいいな。18時19時はやっぱ近いですよね。明日は登園あると思うんですけど、やっぱダブルしない方がいいでしたね。 DMM 配信で見張る人もいらっしゃるから、どうやろう。でも一応マネージャーさんは、まあ、あのできれば被らない方がいいけど、配信時間が限られてるしイベントやったらしょうがないみたいなことは言ってくださってて、しゃあない、明日みんな被る。同時見できる、じゃあ同時見お願いします。できる方はね、9時からアン、9時から12時2時、6時7時はちょっとね怖いですよね。残り5分、え、どうしようコメントで皆さんアンあったらコメントしてください、していただけたら嬉しいです。やばい、ツイッターのシェアでさ踊ってみたって踊ってみたって書いてんのに作戦会議しちゃったです。作戦会議しちゃってます。ランキングで見ます。13位タカヒトさんありがとうございます。12位サリューハッシュタグサクパンかわいさんありがとうございます。11位タッチャンさん、タッチャンワールドワールフワールフダーストームさんありがとうございます。10位ニクミさんありがとうございます。9位ストローさんありがとうございます。8位ポンスケさんありがとうございます。7位キネさんありがとうございます。6位本田さんありがとうございます。5位山田マッキンさんありがとうございます。4位太一郎さんありがとうございます。3位トツちゃんさんありがとうございます。2位リョウさんありがとうございます。1位サダシャンさんありがとうございます。はい、どうしようかな、ちょっと待ってください。でもね、あのカラオケの枠を次の枠まで待ってたら0時過ぎちゃうんで、カラオケの許可が取れないんですよ。なのでコメント厳しいから皆さんに募集して、とりあえずどうしよう、一番見てくれるらへんのところにカラオケ入れときます。はい、次の枠でも作戦会議するので、皆さん次の枠はね皆さん来ていただきたいです。ツイッターでじゃあ大抵の募集して、一番ゴールデンタイムにカラオケ入れときます。この後はじゃあ決定でいきますね。オッケー、ありがとうございます。皆さん1700人さんもありがとうございます。ギフトもねありがとうございます。星もめっちゃ見えてます。星がねなんか
投げられてるのが明日皆さんね最終日なんですけど頑張りたいです本当に笑って終わりたいなと思います。初見ともさん頑張ってください、ありがとうございます。18時が近すぎる、その辺が買い時ですね。じゃあとりあえずツイッターで募集するので皆さん案があったら教えてください。次は11時25分に会いましょう。最後の枠まで2分くらい余らせていって、はい、あの全部1分前ぐらいに切っときます。了解、最後まで頑張っていこう、ありがとうございます。メバチと治ってくれたらいいなメバチとね、メバチとじゃないんですけどね。はい、切れますね。じゃあバイバーイ、ありがとうございました。